じゃ、今日はですね、一人で、お送りしたいと思いますが、まあ今日も豊かの視点3連戦を振り返るということで、まあさあ交流戦だね。まあとにかく交流戦に向けていい形で入っていきたいという各チームの、まあ、狙いはあると思うんですが、まずはこの3連戦を大事にね、戦っていきたいというふうには考えていると思います。まずはセリーグから、さあこうなりました、広島対中日から。で、大瀬良、森下、アンダーソンが投げて、まあ3連勝するわけだけども、中日の方も大野とか柳とか投げてね、なんとか連敗を止めたかったんだけども、まあ3連敗をしてしまうという、まあ、その中で広島、心配していた西川、が非常に不調だったのが非常に調子を取り戻したということ、まあ、それと、小園がやっぱり良くなってきているということ、まあ、打線のつながり、それで接戦の時に、まあ、これはバンテリンドームでもあったけども、その堂林がホームランを打って勝負を決めるというね、だからこう打ち合いにも勝てるようになっているし、競り合いにも広島は勝つようになっているということから考えると、まあ、状態はぐっと上がって交流戦に迎えるということ。で、中日の方はやっぱバンテリンドームでの防御率は非常にいいんだけども、なんかこう他の球場では防御率が非常にこう跳ね上がってしまうという、まあそういうところもあって、まあ大野がやっぱこう広島でなかなか勝てないというね、まあそういう現状もありながら、まあ柳の好投もあったんだけども1対0で負けるという、まあその中で根尾がプロ入り初登板ということでね、まあ、初球150キロを投げたんだけども、まあ、メジャーでは非常に多く行われることで、まあ、メジャーっていうのは引き分けがないので延長はどん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 続いていくから、まあ、野手が投げるというねケースは非常に多いんですけども、まあ、根尾がプロ入り初登板をしてゼロに抑えたと、まあ、かなりいい当たりもされてたけども、まあ、その中で小園との対戦が中学生以来の対戦で、非常に高校の時は対戦しなかったんだなっていうようなね、まあそういうことを考えながら、まあ、見てましたけども、まあこれも仕方ないかなと思うけども、こうやっぱ急にピッチャーをやったり野手やったりすると肩を壊さないようにね、まあしとかないといけないなっていう、まあちょっと心配はありますけど、ただまあ立浪監督の粋な采配というかね、まあそういうものがまあちょっと見れたという、ただ結果的には広島の3連勝で終わるというね、まあ、大瀬良、森下、アンダーソン、まあ、この3人が投げたら、まあ、広島は3連勝をもう当然狙ってるというね、ただ中日の方は大野がね、やっぱこうちょっと、阪神戦で、29人をパーフェクトに抑えて以来あまり状態が良くないんだよね。だからそこら辺やっぱり開幕投手でエースというふうに言われる男だったら、やっぱなんとかやっぱこう苦手をね、マツダズームズームスタジアムで、克服してほしいなっていうような、まあそういうことを感じました。で、次阪神、巨人。阪神の方は初戦いい形で追いついたんだよね。デラロサから大山がホームランを打ち2対2になり、延長になりエラーで負けたという、試合時間も5時間超えたのかな、まあ、そういう中、次の日からデーゲームでね、流れはまあ巨人だなと思ったのをウィルカーソンとシューメーカーの投げ合いでウィルカーソンが勝ったという、まあ、大体こう勝負の流れっていうのはあるんだけども、まあ、そこで踏ん張れた結果が2勝1敗、伊藤も戻ってきて非常にいいピッチングをして完封をしたというね、まあ投球を見せてくれたんだけども、巨人の方は初戦ああいう形でね追いつかれたという時点でちょっと流れが悪いんだけども、勝ち切れたということから考えるとやっぱもう一勝ぐらいはやっぱこうしたかったというね、ただシューメーカーが少しこう投球パターン的にも、まあ盗塁もそうだけどもちょっと欠点があるなっていうような、そんな感じを受けました。やっぱ投球パターンでもちょっとワンパターンになってきてるかなという感じがするので、まあ、そこら辺はやっぱこう修正が必要かなということと、やっぱ今年の高橋優貴はあまり良くないね、まあ、阪神戦に非常に相性が良かったっていうふうに記憶してるんだけども、だけどやっぱこう阪神にやられたということから考えるとね、まあ相手のピッチャーも伊藤も素晴らしいピッチングをされたら、まあなかなか勝つことは難しいんだけども、だけどこのやっぱ初戦のこう入り、そういうことを考えるとやっぱ巨人が勝ち越してもいいなっていうふうに思ったけども、でも阪神の状態もやっぱり良くなってきてるなっていう感じはする。
やっぱ近本が出ると非常に得点力っていうのはぐっと上がるし、まあ、交流戦に入っても1、2番、まあ、これが出ると交流戦ではいい成績を残してくるかなっていう風な期待が持てます。で、巨人の方はこの3連戦で1本もホームランがなかった。やっぱホームランがないと勢いづかないなっていうような、そんな感じもするようなゲーム展開で、非常にゲーム展開がすごい重かったんだよね。まあ、それとやっぱこう吉川のバント、増田大輝の盗塁失敗とか、原監督がやろうとする野球がやっぱこう機能しなかった。まあ、特にまあ吉川のバントなんかは送ってれば岡本、まあ、一気に逆転っていうことも2戦目には考えられたんだけども、まあ、それもダメで、やっぱ杉貴博がいた時はやっぱこう足を使ってここ1点もぎ取るっていうような作戦もやっぱ増田大輝のこの盗塁失敗でできないというね、ちょっとあのストレスがたまるような負け方だったかなというような気がします。で、 DeNA 対ヤクルトで、 DeNA は入りに大貫が素晴らしいピッチングで、ヤクルト打線を抑えた。次、上茶谷。やっぱりヤクルトの方も、上茶谷はヤクルトが得意でね、ヤクルトしか勝てないんじゃないかって言われてるぐらい、非常に相性がいいヤクルト戦だったんだけども、まあ、バッター11人中8人ぐらいが初球を痛打されてるという。打ちに来てるという。だからもうヤクルトは完全に上茶谷対策を練ってきてるよね。まあそこら辺でやっぱバッテリーが少しこうアレンジができなかったかなっていうね、そういうことも思うし、やっぱこう相性がいいチームに対してどう投げていくかっていう、まず一つの課題と、やっぱこう研究されてるという自覚を持たないと投げやすいチームなんだろうけども、負けてしまうというね、まあそういう結果になりますね。だからちょっと上茶谷なんかは、もったいないなっていうような、立ち上がりにポンポンとやられてそのゲームが終わるとかね、まあそういうのは非常にもったいない。だからもう初戦いい形を大貫が作っただけにね、上茶谷、2戦目でもう一つっていうことになってくると、まあこの勝敗が逆になってたかなっていうような感じがするんだけども、まあヤクルトの方は山田が非常にいい状態で DeNA 戦に入ったんだけども、山田に対してはそんなに打たれてないのね。だけど山田が打たなかったら村上が打つというさ、やっぱこう誰かが打たないとこっちが打つとか、非常にバランスよく打順が流れるなっていうような、まあそんな感じがしてます。塩見が良かったり山崎がつないだり、山田が打てばもちろん流れは良くなるんだろうけども、まあ、そこで山田が打たなくても村上が何とかしてくれるというようなね、まあ、そういう非常にいい流れがヤクルトにはあったなっていうような感じがする。で、 DeNA の方もうちょっとなんとかならんかなっていうようなね、ちょっとこう見ていて、まあ、研究はしてると思うんだけども、やっぱそこら辺の研究してて今日はこれでいくって言って決めてゲームに入るんだろうけども、だけどもその変更ができないね。だから何でもこうストライクを取りに行くという、まあそういうことがね、まあ今後の課題かなっていうふうに思います。流れをつかみ損ねる、広島対中日。まあ流れというのはやっぱ初戦にあって、その3連戦をやる上でね、でまあ大瀬良と大野の投げ合い、まあピッチャーとしては双璧だと思うんだけども、まあどっちが勝つかによって1戦目から2戦目の流れができる。まあここら辺はやっぱ広島大瀬良がねしっかり投げ、まあ西川が打ちみたいな、そんな感じで、まあ坂倉も打つな、そんな感じで、まあ、3連勝になったという。まあ柳はねさすがのピッチングをしたんだけども、その悪い流れを止めることはできなかったと。で阪神はまあ巨人はね初戦に勝ってるだけに、やっぱこの勝敗を逆にしたかったと思うんだけども、そこら辺で阪神は素晴らしい頑張りを見せたというね3連戦でした。で DeNA も一緒ね、初戦をせっかく取ってるのにヤクルトに連敗をしてるというね、大貫がいい流れを作って上茶谷が、まあ、初回からパンパン打たれて流れをもうヤクルトに渡してしまうという、やっぱこう3連戦の流れっていうのはやっぱ初戦にあって、初戦やっぱこう流れを掴んだらそのまま掴んどかないとねいけないんだけどもね、まあだけどこういう風な掴み損ねたなっていうチームがたくさんあったということですね。はい、まあこういうセリーグでした。でパリーグの方はですね、はい、日本ハム、これ赤が勝ってるチームね、日本ハム、西武、
楽天、まあ、オリックスが勝ち、ソフトバンク、ロッテ、ロッテの勝ち。で、日本ハムの方は、伊藤、上沢が投げ、まあ、2勝したという。で、その中で西武は高橋光成とかでね、投げてるんだけども、その高橋光成にやっぱこう、勝ったということが、非常にこう、2勝に結びついたかなと。まあ、上沢はやっぱこう、一つ勝つことによって、非常に安定したピッチングができるようになってるし、まあ、西武の方は、まあ、エースというピッチャーで、連敗を止めたという形にはなったんだけども、やっぱ西武打線を見てると、やっぱ打てない。で、下位打線がね、ちょっとひどすぎる。だから、まあ、怪我人、故障、いろいろあるけども、だけど、バッティングを見てると、体を、バットを振るんじゃなくて、体を振ってるんだよね。まあ、そういうところをこうちょっと修正していかないと、いつまでたってもバッティングは良くならないということ、まあ、一生よくしたよね、まあ、この中でやっぱ栗山という存在感、山川という存在感が光った一生だったんだけども、だけど、やっぱそんなチームじゃないし、ピッチャー頑張ってるし、やっぱもう少し点を取ってあげたいなっていうような感じがするね。で、日本ハムの方は、松本がやっぱこういいし、野村もいいし、なんとなくこう軸ができつつあるんだよね。だからこのままこう頑張れば最下位を脱出するような勢いもつけてくるんじゃないかなという。それとやっぱこうホームランが多いだけに、交流戦に入ってからセ・リーグの球場っていうのは意外と狭いんでね、ホームランがポンポン出ると日本ハムも交流戦で大暴れするような、そんな気がする。で、西武の方はやっぱこう山川とか栗山を避けられた時に非常に苦しくなるよね。ただこの中で滝沢という選手、高校1年目なんだけども、非常に非凡なものを持ってる。これは昨日のゲームで3本ヒット打ってるんだけども、全部センター前、非常にミート力が高く、ボールを振らない、だから西武にいないタイプなんだよね。で、守備も安定してるということを考えると、源田が戻ってきた時にどっかのポジションを開けてやってもいいかなっていう。一番いいのはセカンドをやらす、源田と二遊間を組まして勉強させる、で外崎を外野かサードに持っていくっていうような構想を考えとかないと、滝沢はもったいないからね。だから非常にいい選手が出てきてる。まあそういう3連戦でした。で、楽天オリックス、田島、山本、宮城、楽天戦にぶつかったんだよね。やっぱ打てない。いや、それはもう3人のピッチャーを打てっていう方がなかなか難しいんだけど、やっぱピッチャーも踏ん張りきれなくなってきてる。まあ疲れもあるんだろうけども、やっぱ楽天の方は西川を2番に下げてね、辰巳を1番に持ってきたりだとか、非常に打線の組み方っていうのに非常に苦労してる。やっぱこう流れができないから、やっぱそういうことを考えるんだろうけども、やっぱり一番西川の方が相手は嫌じゃないかなっていうようなね、そんな感じもするし、やっぱり一番西川、2番に辰巳でもいいかなっていうふうに、辰巳を上位で使いたいんだったらね、そんな感じがします。で、やっぱ浅村次第ということもあるし、でもこのまま交流戦に入ってしまうと非常にやっぱこう不安。これはなぜかというと、左バッターが多い上にセリーグの左ピッチャーって結構いいんだよね。で、各チーム左ピッチャーを持ってるし、だからここら辺楽天はちょっと交流戦で苦労するかもわからない。で、オリックスの方はやっぱ杉本が少しずつ良くなってきてるし、やっぱこう田島、山本、宮城っていうのが来ると、そうそう負けるわけにいかないし、やっぱ負けないピッチャーたちだよね。まあ、田島も今シーズンいいピッチングしながら、やっと1勝することができたんだけども、やっぱ力を持ってるしね、田島、山本、宮城っていう風に来ると、非常に相手チームは苦しいし、まあ、杉本も良くなってきた。多少交流戦ではいい結果を残す可能性があるね。だから、まあ、頓宮とか、伏見もいいしね、キャッチャーとして。だからまあここら辺が交流戦できっかけをつくむと、ぐっと浮上していくかなっていうような、そんな感じがします。はい。で、ソフトバンク、ロッテ、佐々木朗希と千賀の投げ合い、千賀が早々にマウンドを降りた結果になったんだけども、まあ、千賀に何もなければいいけども、なんとなくこうちょっと不安なマウンドの降り方だったし、まあ和田が1勝することができて、まあ、今シーズンも勝てたんだけどもね。まあだけど、なんていうのかな、ソフトバンクもちょっとこう打線の流れが悪くなる。
というかね、そんな感じがします。でロッテは佐々木朗希がやっぱ安定してやっぱ勝つようになってきてる。で見間も良くなってきてる。まあ勝ちはつかなかったけどもね。ただロメロ、非常に春先から安定してたピッチャーがここ3試合ぐらい非常に不安定さを見せてるんだよね。すごくこうイライラをしてるというか、まあそういうことも見えるし、まあ彼の最大の欠点っていうのはやっぱマウンドに立った時の自分のパフォーマンスが出せない時に非常にイライラが周りに伝わるんだよね。まあそれが非常にこうチームにとってマイナスだし、まあそこら辺はやっぱ変えていかないと今後もちょっとロメロに期待することはできないかなっていうふうにまあ思うよね。でソフトバンクの方は、まあ、千賀は、まあ、佐々木との投げ合いっていうのは非常に、まあ、双璧というか厳しい戦いだったんだけども、2戦目にね、まあ、同点から又吉が、まあ、打たれるという、マーティンにね打たれるということがあった。で初失点ということ、まあ、ここに来て交流戦に入る前に疲れが来てるのかなっていうような、まあ、そんな感じがしたことがちょっと不安材料として残るんだよね。でまあ、ロッテはマーティンがまあまあホームランが出だした、まあ、レアードがホームランを打った、この両外国人にかかる負担というのは大きいけども、この2人が打たないとロッテは勝っていけないということですね。で低迷が続く打率、これどういうことかというと、ソフトバンクだけチーム打率がいいんだよね、2割6分ぐらいで、他のチームは2割3分以下、点を取るのに非常に苦労をするという。だから交流戦に入って、まあ、パリーグのピッチャーの方がやっぱ もちろん力はあるんだけども、セリーグのピッチャーもそこそこテクニックは持ってるし、やっぱ力のあるピッチャーも結構いるから、この低打率で交流戦に入るとやっぱセリーグのピッチャーに抑えられる可能性があるというね。だからこれを見てると、このチーム打率ソフトバンクだけいいっていうことを見てると、ソフトバンクは交流戦に入っても非常に安定した力は出してくるんじゃないかなと思うんだけど、他のこの5球団はチーム打率を考えるとまあ接戦しかない。まあオリックスはちょっとピッチャーがいいだけにね、まあ接戦でも勝てる可能性はあるけども、まあ日本ハムもホームランがポンポンと出ればね、でもなかなかやっぱこうホームランが打てない、まあ、セ・リーグのピッチャーもそこそこいいんで、だからまあそこら辺ではソフトバンクが交流戦ではなんか活躍しそうだなっていうような、まあ、苦しむのはちょっと打てない西武、まあ、楽天がちょっとチームのバランスを崩しているのと、セ・リーグの左ピッチャーが多いということで、ロッテもマーティン、レアードをマークされてどうやって点を取っていくかっていうのがね、まあ、非常に気になるところではあります。でちょっとセリーグにもう一回戻るけども、まあ、交流戦の話をすると、広島は非常にいい流れで交流戦に入れるということね。で先発ピッチャーが安定してるだけに打線もいいし、非常に期待が持てるという。で中日は相手ピッチャー、パリーグのピッチャーがいいだけにどうやって点を取るかということだよね。で阪神は上り調子で来てるだけに、まあ、ピッチャーもそこそこいい。で 1,2 番次第、まあ、ここら辺が鍵になってくる。で巨人の方はやっぱいかにホームランで点を取るかということを、やっぱこう打線の調子が上がってこないとピッチャーがちょっと不安なだけに、まあ、ここら辺は交流戦で苦しむかなっていうような、そんな感じがする。で DeNA はやっぱこう研究してることを違った時にこう変更できるかどうか、まあ、臨機応変にちょっと戦っていかないとちょっと苦しいな。でヤクルト、まあ、ヤクルトの方はやっぱピッチャーがそこそこいいし、まあ、中継ぎも安定してるしね、そういう意味では上位打線がどれだけパ・リーグのピッチャーたちに機能していくか、まあ、そこら辺だけだな。まあ、ヤクルトはやっぱ昨年日本一にも輝いてるしね、まあ、そこそ こう力を発揮してくれるんじゃないかなっていうふうには思ってます。まあ、来週から交流戦、まあ、本当に楽しみにしてます。みんないい試合を期待してます。まあ、セ・リーグの球場から始まるので、まあ、どういう試合になるか、DH がないね、楽しみです。